はい、どうも。巨人が世界一大好きジンです。中田翔選手が負傷交代したってことで。話題になってますね。で、どうやらね。ヘッドスライディングした時に膝をね。打ったらしくてまあ、軽い怪我らしいんですけど、いや本当心配だなって思いますね。うん。で、この感情をね。共有しようと思って。 SNS を見てたらこんな風にね二度とと出んなとか言ってるやつがいますねでまあこれね個人の意見だからそういうのもいいって人もいるかもしんないけど何がやばいってねこれね原監督になりすましてんだよねうんいや最初見た時に「えっ?」と思って押してみたら「偽物」だったんだけどまあ言いたいことがあんならね自分のアカウントで言えばいいのに。 こうやってね他人になりすましていうやつねほんと許せないなって思いますねうんいやすぐ消せって思いますねうんでまあ中田翔選手はね今日も逆転ツーラン打ったりとかねすごくね貢献してるんでね是非、うん、ねすぐに治ってほしいしこうやってね批判してるやつは許せないなって思いますピてこと